圭一君、今日はここにいたんだ。なあレナ、いい加減に教えてくれ。あの夜一体何があったんだ。なんでミオンもシオンもリカちゃんもサトコも誰も見舞いに来てくれないんだ。圭一君はサトコちゃんのお家に行ってて、多分幸運だったと思う。え、あの夜渡流しの後、古出神社の境内で大石さんが言ってきて、血中を兄ちゃんも寿恵ちゃんもリカちゃんもサトコちゃんもみんな死んじゃった。死んだ。わけがわからないよね。何も頑張って最高のゴールにたどり着いたはずなのに。何、あれどういうことなの。私は何を見たの。あんなの意味がわかんないよ。猫騙し編その1。